本日ね4月5日です。はい、皆さんこんにちは。はい、こちらですねライスセンターの裏なんですけど、実はあの横のねサイドの部分、ライスセンターのこのサイドの部分は除雪が終わりましたが、この今度ねこの裏のね部分を除雪して縄代をね作れるようにしようというふうに思っております。はい、これねちょっと近づいてみるとすごいですね。これ迫力が違います。ちょっとねどんなもんかちょっと見てみましょうか。実際の高さを、これはすごい。ちょっとですねどんな高さかちょっと撮影を試みたいと思います。はい、もうライスセンターの屋根の高さを超えてますね、これね見たところ。まあそれほどまでの高さになってます。ちょっとね自分も立ってみましょう。はい、もうこんな高さでね、これさすがにこの透雪機でやるにはあまりにもひどい、難しいですね。はい、実際ですねちょっとこちらからこっちにも戻ってきましてですね、ここの今私が歩いてるところでさえですねすでにもう高い、位置になってるんですね。これあのこの前ねここはあの山口さんがやってくれました、透雪機でやっ飛ばしてくれましたが、これちょっとねどれぐらいの高さか見てみます。おっとっと、ここのねこう地面から見えてるところの高さですらですね、まあ私はここに立ってこれですから、まあ身長よりは低いですけど、これでもね透雪機で高さ、そうですね透雪機3回通す分ぐらいのね高さはあるんじゃないでしょうかね。はい、そういうことなんでね、とてもじゃないけどあの奥の山はねちょっと崩すの結構厳しいんで、これはね業者さんにやってもらわないときついと、まあ、そういった状況に、なっております。お、そうこう言ってるとあそこの方のですねもう一個の、ちょっと縄代にする排泄した場所を今ね業者さんが片付けてくれてますね。なのでおそらくねあれが終わったらこっちに来てくれるんじゃないかということで、まあ、少なくともあの排泄はねちょっとなんとか間に合いそうでした。はい、良かったです。それでですねこの縄代はですね、まあ、今の予定だとですね、4月の15日にはですねもう苗出しをして並べたいと、それから逆算しますとですね、まあ、4月の、まあ、12、13、14あたりではもうプールを作ってしまいたいと、それからまたさらに逆算しますと、まあ11より前ぐらいにはですねここの除雪が終わってほしいと思ってるんですが、見たところですね、まあ、ここの部分にですねあの除雪車がこう雪を押し出して、高く積もった部分があるんですね。でここの高さをあの透雪機でやるっていうのがね結構難しくて、というのもとあとは本当はこう除雪のね業者さんがこう、まあ、雪を押し出してくれたらですね最後あのこの田んぼとかですねそういったところの雪は全部ねあの、まあ、戻すというかですねこの雪をどける、片付ける、排泄するというですね、まあ、そういうあの工程があるんですけれども、これがですねちょっとあの、まあ、できれば今週中に行われるか行われないかで我々のこの稲作のスケジュールにも大きく影響するというですね、まあ、この雪国特有の状況がありまして、まあ、今ですね果たして、間に合うんだろうかというですねちょっと心配をしているところになっております。まあこの後ですね、まあどうなったかっていうのはこの続きをご覧いただきましたらわかるかと思いますんで、今ねこういう現状でちょっとねあのやきもきしているというですね、まあそういったところをちょっとで、ね冒頭に撮影させていただきました。はい、ということでね、まあ、この4月5日時点まあ、こんな状態で雪がありますよということですね。はい、では続きを後でお楽しみください。はい、今日はね4月の6日ですが、この前ねあのここの山になってた部分が排泄をねこうしてもらってこっちにあの落としてもらってます。なんでこれでねあの縄代の透雪機をねしっかりかけることができるようになるんじゃないかなと思っています。ちょっとね登ってみてみましょう。はい、だいぶね崩してもらいました。これは結構ありがたいですね。ちょっとこっちの方に行ってみましょう。だいぶね崩れましたねこれね。
良かったです。はい、この前のね、と同じようなアングルでちょっと撮ってみましたが、この前はこの辺がすごい山になってましたけど、これね周りの高さとあんま変わんないぐらいになったんで、これでなんとか調節機で、飛ばせるんじゃないかなと思います。ここの雪の高さもね、まあなんていうかこの辺ぐらい、まあ、自分の腰ぐらいのところなんで、まあ、調節機、そうですね、2段ちょっとぐらいでいけるような感じになってきてるかもしれません。ちょっとねやっぱり1日経ってね、あの雪が下がってる感じがします。これでねおそらく調節機で飛ばせば縄代も出せるなという感じがします。なんとか間に合いそうでよかったです。はい、上から見た様子もねだいぶねこの山がなくなって、よかったですね。はい、まあ、こんな感じです。まあ、自分たちがねちょっとあのこの日は街中のね方をね排泄に行っている間にですね、この池谷集落の方を、まあ、ここをやってくれてる業者さんがね、排泄をしてくれました。あの排泄っていうのは、まあ、要するにこの雪をこう押してですね、除雪車で押してその溜めておくわけなんですけれども、その溜めておいた雪をあのまた崩して、片付けるというね、まあ、そういった作業に、なるわけですが、これをですね大体あの田んぼとかに雪を溜めたりするんで、この田んぼですね、まあ、表面が出てくるためにはですね、この排泄をしないといけないというですね、まあ、形になってるわけですね。はい、今日はここの縄代用に、風力火をするための縄代用に使うところを除雪したいと思います。無事に終了しました。1時から始めて今3時8分なので2時間ぐらいで終わったんですが、あの半分しかやらなかったんですけど、もうだいたい地面が見えてきたら、あのそこから水が出てきて、他のところもあの溶けるのが早くなると思ったんで、あんまりやっても燃料の無駄かなと思って半分だけにしました。あの最後やっぱ地面が出てきて、そこでさらにやると形らが木に埋もれ絡まってというか、はまって抜き出すのは大変そうだったので、もうこれ以上深くする必要ないと思ったんで、おしまいしました。以上です。昨日の続きをやりたいと思います。
これでだいぶ縄代間に合いそうな感じがしてきました。じゃあ、あそこからプール育苗の資材を下ろす作業をしたいと思って。窓から下ろすんですよね。そうそうそう。下ろして、ちょっと今日組み立てるのは、これが水がやっぱ出てないとダメだと思う。水はもう、あれが、水切り機は、まだ。とりあえず水が止めて、はい、今現在ですね、縄代の、使う部分の雪は溶けましたんで、今度この、電面の水を抜いていきます。早く抜いて、地面をね固い状態にして乾かさないといけないので、一気に今水を抜いております。そして向こうではホースを片付けております。はい、本日ようやくここに、苗を並べるためのプールを作りたいと思います。プール育苗をする際にはですね、この線に沿って板を並べて立てます。そして板を立てるときにこの鉄の杭を打ち込んで、固定します。おやこれをひたすら繰り返します。ここの横の幅はこの資材の関係と、あとこの苗箱の関係で、2メートルぴったりにしたいと思います。苗箱が1つで、60センチなので、こう60センチなので、これを3枚並べます。で180必要なんですが、横に、水の通り道を10センチずつ作るということで、ちょうど2メートルというふうにします。このプールの板を並べ終わったら、今度はこの、ビニールを敷いていきます。
はい、じゃあこれでですね、一応とりあえずあの、まあ、残ってる部分がありますけど、まあ、それはあの苗を出す直前にやることにして、一旦ですねこの苗代作りは、一段落ということなので、この動画としてはですねちょっと締めくくりを、したいと思います。ではどうぞ。あ、はい、14日でもうあの日にちもあのもうあと作業が詰まってので、今日中にできないとちょっと問題があったので無事に終わったらよかったです。雪がちょっと多かったので、あの3日間ぐらいに分けてやったっていうのもありますけど、それがようやく地面が見えて一面、あ、ちょっと、はい、一面こうなるとまたちょっと全然景色が変わって、いや、本当春だなと思いますね。以上です。はい、じゃあどうぞ。まあ、同じくあの苗出しが明後日に控えているので、今日はあいにくの天気でしたが、まあ、やむを得ずっていう感じで、結構下もぬかるんでる中での作業だったんで、まあ、ちょっと大変な部分はありましたけど、まあ、ここまでできてよかったなと思います。まあ、あとは、まあ、効率的にもっとやるにはやっぱり記録を取って、寸法とか書いておいて、やるのがいいかなと思いました。はい、あ、今日はそうですね、道路がいっぱいあってちょっと作業するのが結構難しかったんですけど、まあ、そのトンボの形がだいぶ変わりましたので、はい、面白いと思います。以上です。はい、とりあえずね、あの苗出しに間に合いそうで、ほっとしました。あの今回動画の5日からね、なあの雪がまだドーンと残ってるなというところからのスタートだったんでですね、あのちょっと本当に間に合うかかなり心配でしたが、例年に比べて雪が多かったですけど、なんとか間に合ってよかったなと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。確かに1週間前に今回ね、2列分、ビニールを敷くことができました。残った部分はまた順次ね敷いていきたいというふうに思います。最初の苗出しに間に合ってよかったです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。